皆さんこんにちは、ザッピーです。ちょっと気になったことがあるので、今日は感想文程度に動画にしたいと思います。何かというと、ポール・マッカートニーがアメリカのゴットバックツアーっていう、ね、コンサートツアー終わりましたね。でイギリスに帰って、まあ、野外コンサートのね、とても大きなグラストンベリーって言ったかな、あそこにも出てましたね。まあ、80歳になっても本当に、まあ、アクティブなねコンサートをやってますから、それには本当頭が下がりますね。素晴らしいと思います。同時にですね、ちょっと気になったことがありまして、まあ別に悪い話じゃないんですけれども、とても気になったんですよ。というのは、今回のツアーではもう皆さんご存知の通り、ステージの上でですね、ジョン・レノンのまあレッド・イット・ビーの屋上シーンを出して、一緒に、I've Got a Feeling を歌ったりしてるわけですよね。まあ随分前からですね、コンサートの中でジョン・レノンの写真を掲げたりして、その写真をバックに歌うというようなこともあったような記憶があるんですけれども、まあいずれにしてもポール・マッカートニーのここ最近のコンサートというのは、ビートルズ、特にジョン・レノンというのをですね、傍らにこう意識しておきながら、まあ、ビートルズのナンバーを歌うと、まあ、またはジョージとかジョンに対して捧げる曲を歌うという感じになってますね。まあ、それだけ、まあ、コンサートそのものもですね、まあ、この80歳という年齢になってくると、まあ、全てはビートルズというところに戻ってきたということなんでしょうね。ポール・マッカートニー自身も、まあ、自分の人生は、まあ、始まりから終わりまでビートルズであったと、いくら解散してもビートルズこそが自分の人生だったということで、まあ、納得してるし、まあ、それを本当こうアピールポイントにもしてるということだと思いますよね。まあ当たり前ですけれども、仮にね、ビートルズが解散した後にウィングスのツアーで、まあ、ジョン・レノンの写真とかをねバックに掲げて歌ってたら漫画ですよね。漫画というか、ヤジが飛んだんじゃないでしょうかね、もしそんなことすれば。ですがやっぱり2000年過ぎぐらいからですね、こうビートルズというものをポール・マッカートニーが懐かしむところもあるでしょうし、まあ、自分のもう置き換えることができない偉大な財産として認めてしまったということでしょうね。でジョン・レノンをやっぱり人生最高の友達、音楽の友達、パートナーとして、自分としては間違いなく認めているということなんでしょうね。最初のうちはね、それこそウィングスの頃は、まあ、ライバルというか、まだまだね喧嘩の最中にあったでしょうから、とてもそんなことはできなかったわけでしょうけどね。そうですね、ポール・マッカートニーのこういうジョン・レノン回帰というかビートルズ回帰を見てるとですね、まあよく思うことなんですけれども、ジョン・レノンは本当に生きていてくれたらなというふうには思います。まあ、間違いなく生きていればジョンとポールは、まあ、ビートルズを再結成しなくとも、最低でも2人では曲を作ったり、曲を作らなくてもビートルズのナンバーをねちょっとハモったりしてくれたんじゃないでしょうかね。それこそ彼ら2人がねハモった曲なんてたくさんあるわけですから、それをやってくれたんじゃないかなっていうふうに思います。まあおそらくジョージ・ハリスンが生きていたとしてもですね、それはなんかね案外こう実現しなかったような気がするんですけどね、僕はね、まあ、あくまでも自分の想像ですけれども、というのはやっぱりジョージ・ハリスン自身はあんまりビートルズに戻るっていうことを希望してなかったでしょうし、まあ、実際ジョージ・ハリスンはね2001年までは生きてたわけですよね。まあ、しかしその間にポール・マッカートニーと、まあ、デュエットをするってことはなかったですよね。まあ、ヒア・カム・ザ・サンにしてもサムシングにしても、もしデュエットをして、まあ、ライブでもやってくれていたら素晴らしいハーモニーが聞けたでしょうけれども、実際それは実現しなかったわけですから、おそらくあれから20年経った今でもですね、おそらくですけれども、ね、ジョージが生きていてもですね、ポールまたはジョンとですね、もう一度歌うっていうことはなかったんじゃないでしょうかね。でもポールは
間違いなくジョン・レノンとやりたいですよね、うん、でジョン・レノン自身も1980年に亡くなる前はですね、実際にポール・マッカートニーとまたやってみたいっていうのを何度も周りの人間に語ってたわけですよね。まあ、実現はしませんでしたけれどね、その頃、まあ、ポール・マッカートニーはウィングスが絶好調でしたので、まあいずれにしてもですね、心の中にジョンとポールはお互いにやりたいっていう気持ちはずっと持ってたわけですね。まあ、ジョージはすごいこうアレルギーがあったような気もするんですけれども、まあ、本当にジョン・レノンがね、もし生きていてくれたら、こういうステージにね、ビートルズとしてではなく2人で立ってですね、うん、まあ、昔の曲とか新しい曲を2人で歌ってくれていたんではないかと思うと、とても残念ですね。ポール・マッカートニーがこうしてジョン・レノンの昔のビデオや写真を背景にして歌っているのを見るとですね、余計に残念です。まあ、ジョン・レノン自身がポールとやりたかったと語っている中でですね、命を奪われてしまったもんですからね。ポールがね、80歳になりましたけれども、おそらく残りの人生をですね、コンサートをやっていくとしても、おそらくですけれどね、同じようにジョン・レノンの面影というのをね、コンサートとかレコードの中に出しながら今後は活動していくんでしょうね。で、ビートルズというもので自分の人生が成功したということを素直に認めて、どれほど喧嘩があったとしてもですね、やはり素晴らしい人生をビートルズとして歩んだということを、まあ、最近ポールがね、素直にこう表現してくれていることがですね、自分としては嬉しく感じております。はい、以上でした。失礼します。